今日午後7時ごろ、新城市市川の山林で満東の火が燃え移ったと警備のため現場に立ち会っていた警察官から119番通報がありました消防によりますと山林が縦およそ100メートル横およそ30メートルにわたって燃えましたがおよそ3時間後に消し止められました警察などによりますと現場の山では今日。 松明を鍋づるのような形に並べて斜面で燃やす京都の大文字焼きに似た鍋づるまんとうというお盆の行事が行われていてこの松明の火が燃え移ったと見られるということです。